皆さんこんにちは。としまや YouTube チャンネルへようこそ。今日はフロントの大熊さんがシクラメンを植え替えてくださいました。皆さんこんにちは。今日はこちら竹の中に植えてありますお花シクラメンを植え替えました。色とりどりの花が皆さんを出迎えてくれると思います。次はあちらにあるお花を紹介したいと思います。黄色い花ですね。あちらのお花はツワブキと言います。実は茎が食べれるらしいので、食べれる食べれる、美味しそうですね。はい、続いてこちらはアシタバというお花になります。実はこちら葉っぱを天ぷらにして食べるとこちらも美味しいそうですので、ぜひ皆さんもお近くで見かけたらぜひ天ぷらにしてお召し上がりくださいませ。お待ちしております。